佐賀市内でマイナンバー通知カードが3000通受け取られていません昨年11月から佐賀市内で郵送されたマイナンバーの通知カードが入った書留が不在などの2つで佐賀市役所におよそ3000通が戻ってきています。書留の保管期間は3月末までで 受け取られなかった分は廃棄となります佐賀市は廃棄前に受け取りに来るよう呼びかけています佐賀市には2月26日時点で1万818通の書き留めが戻ってきました7000通以上は引き取られましたが3216通が受け取られないままです市民生活課は 届けられなかった通知カードはできるだけ本人に渡したい。廃棄前に取りに来てほしいと話しています。なお、通知カードの再発行には500円が必要だということです。